カの福音書11章1から4節。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。今この瞬間には主イエスキリストは神様の右手におられて、私たちのために取りなしをしてくださっています。主は私たちの偉大な取りなし手です。ふさわしい嘆願は、主よ私に祈ることを教えてくださいです。ただ祈りを口で言うだけではなく、神様に届く祈りをするためです。すべての偉大な神様のしもべたちは祈りの人でした。今日のクリスチャンたちの不毛な人生や教会の死んだような状態は祈りの欠如の結果です。それが私たちの問題です。ルカの福音書11章5から7節。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友達が旅の途中、私のうちへ来たのだが、出してやるものがないのだ、と言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりをしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。家に何も食べ物がないので、お婿さん、お嫁さんたちは、自分の親切な隣人のところに食べ物を借りに行くことにします。隣人は言います。朝までお待ちなさい。飢え死にはしないでしょう。僕も子供たちもベッドに入っているんだから家に帰りなさい。ルカの福音書11章9から10節。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。神様はあなたの祈りに確かに答えたいと思っておられます。そして答えてくださいます。この例え話が言っているのはそういうことです。神様がノーと言われるときは、私たちのために最善のことを祈っていないのです。神様が私のリクエストに対してくださった最善の答えのうちのいくつかはノーという答えであったことを、私は長年にわたって学んできました。すべてのことを祈りのうちに神様のところに持っていきなさい。そうすれば神様はご自分の一番のベストをあなたにくださいます。ルカの福音書11章12から13節。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。偉大なペンテコステの日、聖霊様が来られて、人々に信者の群れに加えて、彼らをキリストの体に加えるバプテスマを授けられました。その日、彼らは聖霊様に満たされました。その満たしが私たちすべてに必要です。すべての信者はキリストの体に属するバプテスマを授けられました。ルカの福音書11章24から26節。汚れた霊が人から出て行って、水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると、家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、みんな入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。もし世界中のすべての人がたった今罪を犯すのをやめたとしても、もっとクリスチャンが増えるわけではありません。罪を犯すことをやめることでクリスチャンになるのではないのです。私たちに必要なのは改善ではありません。私たちに必要なのは改心です。イスラエルはバプテスマのヨハネとイエス様のミニストリーを通して家を掃除したのですが、そこに住んでくださるようにと主イエスキリストを招くことはしませんでした。ですから、この曲がった世代のユダヤ人は、例え話で説明されているようにもっと悪い状態になるのです。ルカの福音書11章29から32節。さて、群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし、見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。印はもちろん、主ご自身のよみがえりです。ヨナの経験は、来たるべきイエス・キリストの死とよみがえりの方でした。ニネベの人々は、ヨナが奇跡的に助けられた後、彼と彼の説教を受け入れ、悔い改めました。民族としてのイスラエルの行動は、もっとずっと悪いものでした。なぜならイスラエルは自分たちのメシアを受け入れず、悔い改めなかったからです。ルカの福音書11章33から36節。誰も明かりをつけてから、それを穴蔵やマスの下に置く者はいません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないのなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きます。キリストのよみがえりはこの世にあって一筋の光です。あなたも私も誕生と死に制限された世界に閉じ込められています。キリストのよみがえりは外から希望をもたらします。何かを見るにはそのものを照らして見えるようにする光と、そのものを注視する目が必要です。光と見える目の両方が視覚には必要です。キリストの目の前にいても人々は明らかに主を見ていませんでした。彼らは主につまずいていました。それは主がこの世の光ではないという意味ではありません。人々の目が見えなかったことを意味しています。ルカの福音書11章41から42節。とにかくうちのものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。だが災いだ、パリサイ人。お前たちは発火、運行、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛はなおざりにしています。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もなおざりにしてはいけません。彼らは偽の価値観を持っていました。主は十分の一を捧げることが間違っていると言っておられるのではありません。彼らの間違っていることは、彼らがやり残していることのうちにありました。物を捧げることがあなたをクリスチャンにするのではありません。でももしあなたがキリストを愛しているのなら、あなたは自分のものを神様に捧げるでしょう。
ルカの福音書11章46から52節、アベルの地から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの地に至るまでの世の初めから流されたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。そうだ、私は言う。この時代はその責任を問われる。災いだ、律法の専門家たち。お前たちは知識の鍵を持ち去り、自分も入らず入ろうとする人々をも妨げたのです。宗教的な支配者たちは今日の教会のリーダーたちが占めているのとほとんど同じ地位を占めていました。人々は真理の解釈を彼らに期待しました。彼らは物質的なものが用いられるべき霊的な目的よりも物質的なものに強調点を置きました。そして彼ら自身は御言葉に従って生きることをしていなかったのです。残念なことに今日キリストの大目的の一番の妨害は信仰を告白した信者です。私たちは自分自身の人生をこの御言葉に照らし合わせて調べる必要があります。